この子は家庭教師先の生徒、初藤しずくちゃん。この人はしずくちゃんの巨乳 DNA の源泉、母親の初藤あかりさん。遅くまでお疲れ様。実は君に折り入って頼みたいことがあるんだ。君に妻を、あかりを抱いてほしいんだ。は？クリス君、君にあかりのことを頼むにあたって二つ条件を出したい。一つは否認を徹底すること、もう一つはあかりを抱いている様子を録画して私に見せること。録画？私は妻が他の男に抱かれるのを想像するだけで興奮するようなんだ。もし実際に目にしたならば、そのショックで ED も治るかもしれない。クリス君？じゃあ次はこっちで。どうから1週間あかりさんは旅行で不在、旦那は日中は仕事だから、その間はしずくちゃんと二人っきりか。先生？なんだい？先生はどうしてママとセックスしたんですか？え？先生とママのセックスを見たんですけど、それってやっぱりパパの ED でママが苦しんでたからですか？先生はママを救ってくれたんですか？パパ、早く治ってほしいな。雫の初めてはパパにあげるって約束してるのに。それじゃあパパの ED を治すのを雫ちゃんに手伝ってもらおうかな。お願いします。手伝わせてください。なら、まずは性知識の授業だ。A few moments later. ありがとうございます、先生。雫の初めてはパパにあげるって約束してるのに。俺、旦那さんからあかりさんを救いたい。いや、奪い取りたいんです。クリス君、お願い、泣いて。私のことを無茶苦茶にして。これは私は家中に盗撮カメラを仕込んでるんだよ。まったく君という男は、あかりに仲出しするだけでなく、雫の処女まで奪うとはね。すみませんでした。いや、ありがとう、クリス君。ただし、君が約束を破ったのは事実だ。君にはペナルティーを課す。お疲れ様でした。今日も夜勤疲れた。お主、あらわが見えるのか？おお、電波っ子かな。わらわの窮地を察するドル。そしてわらわに気づく潜在能力の高さ、見つけた。来るがよい、アルフヘルムへ。そんな大声で。オンズーム。慌てるでない。わらわを好きなように抱いてはらませてくれ、ユイチよ。わらわの他にも、主様の精液を欲しがっているエルフはたくさんおるでの。クックックそうだった、あの子に何かされて。救世主様、お願いします。どうかあなたの精液をお恵みください。昨日は散々絞られたな。水浴びでもしないともうベッタベタで、はあ、女の声。バカ者！敵対関係にある我らの村に留めることなどできるわ。そうは言ってもな、俺から離れてくんないんだよ。長老なる、お願いです。私、イブリンは。今回は特別！超法規的措置じゃぞ！結界を開きやがれ！人間のオスをよこせ！知らん！
最も闇が深くなる。一人でここへ来い。もし一人で来なければ村を滅ぼす。救世主様一人でダークエルフと？こんな争いにお主を巻き込むつもりはなかったんじゃが。これは憶測なんですが、ダークエルフさんも私たちエルフと同じ神樹の力により生まれた存在です。神樹の力が衰え、私たちに肉欲が戻った今、救世主様のおちんちんにはかなわないと思います。確かに弱点といえばそれしか思いつかんな。本気で言ってますそれ？もちろんじゃ。いいこと思いつきました。これは花の蜜で作ったお薬。そうね、人間の言葉を使うと媚薬かしら。ダークエルフさんたちもきっと。よう、ちゃんと一人で来たみてえだな。度胸があるのね。お前が欲しい。な、私の国もエルフ同様絶滅の危機に瀕している。お前の子種が必要なのだ。断るなんて言ったら。力ずくでも連れてくぜ。始めろエルダ。おい、見たかよミズリー、こいつ女みたいな声出して言ってたぜ。大したことねえな。一か八か。二人続けて行かせちゃうなんて見直しちゃったわ。絶望にも似た最高の快楽をあげるわ。まさか三人がかりでダメだったとは。よくも恥ずかしめてくれたな。人間め。暴れるな。してくれよ。ここ何もなくて退屈なんだよ。ダメだ。どう出るか。エルダなら簡単には返せねえよ。大事な捕虜じゃからな。卑劣なエルフめ。ならば勝負をしろ。勝負？そこの救世主を我らと貴様らのどちらが満足させられるか、真っ向勝負の一騎打ちだ。なるほどな。村で一番の美女を出せ。こちらは私が相手をしよう。ほう、このわらわに交尾対決を申し込むとはの。じゃが本気を出させてもらうぞ。それではわらわから先にさせてもらおう。ではこちらも公正に出るとしよう。でも今回のことで和平協定が結ばれ、ダークエルフたちが村に引っ越してきた。ちょ、全員うちに住む？これからのハーレム生活に不安が募るばかりだ。暇かなーって。どうしてここに？なんだかミネ君やられ役みたいね。ちゃんと鍵はロックしておかないと不用心よ。よし、じゃあ今から外に行きましょうか。絶対嫌ですよ、部屋から出るなんて。なーに、口答えはダメだからね。はい。なんで俺綾野さんちの実家の畑の手伝いしてんの？なんだか不服そうね。そりゃクソ暑いし服は汗でぐしょぐしょだし。ほらこれでスッキリするでしょ。ちょブラ忘れるなんて、私としたことがうっかりしちゃったわね。なんからしくないっていうか、胸元がその
大胆だし。気づいてたんだね。やっぱりダメだったのかなって諦めてた。ダメって何が？ん？今日誘ったのも服のこともこれも全部ミネ君のせい。今すぐ結婚？エッチしたからってそんな。結婚すればここの新鮮野菜食べ放題よ。確かに美味しいですけど。でしょでしょ。だからすぐにうちに。いやいやいや、やっぱり早いですって。せめて卒業してから。言ったわね。ちょ、